随分と肌寒くなってきましたね。こんにちは、赤玉ちゃんです。本日の動画は黒ひげゴケ撲滅キャンペーン続きとなります。現在の黒ひげゴケの状況ですが、依然としてはびこっております。ただ増殖はなんか控えられてる気がしますけれども、自分で取れる範囲内のところは引き続き自分の爪でカキカキやっておりますけれども、すごく増えてるっていう感じはしないのですが、減ってる気配は決してないですね。この辺とかわかるかな。はい、このような感じですね。流木やレイアウトの石などに黒ひげゴケ現在もなおついております。黒ひげゴケ撲滅キャンペーンですが、どのような方法をとっているかと言いますと、おさらいですが、まずは1つ目、サイアミーズフライングフォックス投入。黒ひげゴケを食べてくれる魚として有名ですが、投入時は非常に小さくて体色も真っ白でした。これこんな子なのかな、サイアミーズと思ったんですけど、もう日に日に大きくなりまして、体色もはっきりしてきまして、体の真ん中のラインも綺麗に出ております。3匹投入したんですけれども、1匹はもう投入直後からもう細細の細細で、もう最初から弱々な感じでしたので、すぐにその1匹は行方不明になりましたけれども、残りの2匹はですね、本当にすくすくと育っております。テトラやコリドラスのタブレット、コリタブなんて皆さんはねよくおっしゃいますけど、なんかねつっついてはすくすくと成長しております。そもそも多分90センチ水槽に2匹なので、コケ取り要因としてねちょっと少ないかとは思うので、この子たちはもう最初からもう黒ひげ撲滅というよりかは可愛いなということでめでております。いつも一緒にいる2人、2匹は一緒にいます。寄り添っております。ということで、サイアミーズでは、撲滅しきれない私の水槽の、黒ひげゴケですが、第2作として、採用したのが、こちらですね。水草の植栽。もともとは陰性水草メインの水槽で、どうしても水草の成長が遅い分、水槽内の余分な栄養を吸収するスピードも遅いということで、有形草を後継に植栽いたしました。このね、右側のこれルドウィジアブレピデスかな、はもっともさもさの状態で結構何本か入れたんですけど、抜けちゃったりとか、あとは植栽する時にポキポキ折れちゃったりとかして、この子たちは非常に調子は良くないです。最近ちょっとずつ、ゆっくりだけど細細だけど成長してきたかなというところなんですが、こちらのこれね、パウパウアクアガーデン銀座店に遊びに行った時にお土産水草で買ってきたロタラの一種なんですけど、この子たちはねいい感じでまっすぐ伸びてきてくれてます。本来ならもっとドバーッとドバーッと植栽しちゃって一気に育てちゃうのが一番いいと思うんですけど、私のような水草を植栽する能力に乏しいものにとってはですね、この密度を狭く、要するに間隔を狭く植栽するのは注水後ではやっぱり難しいですね。植えては隣が抜け、植えては隣が抜けって、このエンドレスなので、これは気長にですね、ちょっと間隔を空けて伸びたらトリミングして、大体その時には根付いてるはずなので、空いてるところに、また植栽をして増やすというような形で、これもちょっと気長にやっていこうかなと思っています。パウパウアクアガーデンにあった時はね、もうちょっと先端が赤い水草だったので、ちょっと赤入れたいなと思ったんですけど、今のところは緑色ですね。どうなるかな、ちょっと変化が楽しみですけど、最近意外と調子がよく伸びてきております。
有形層で黒ひげ撲滅作戦はまだまだ結果が出るのは先だと思いますので、第3の策をその間に取りたいと思います。それがこちら。これもあのパーパーカーガーデンに買い物行った時に、あのかわいいかわいいお姉さんに、お話の上手な、あの知識の豊富な、ね、お姉さんにおすすめしてもらった、これ、ろ過剤リバースですね。この私にとってフィルターを開けるという作業が非常にハードルが高くてですね、随分とあのこれを購入してから経ってしまいました。1ヶ月以上ちょっと経っちゃったかな。ついついこう苦手なことを後回しにしてしまうという、何においても一番ダメなやつなんですけど、ちょっと時間が経ってしまいましたが、ここで勇気を振り絞ってやっていこうと思います。でこのリバースですが、フィルター内に入れるんですけれども、効果としては苔を抑制、pH 硬化防止、水替え回数減ということで、まあ私にとっては苔を抑制ってところがね、すごく重要になってきます。でこの特徴ですけど、ここに書いてあるようにイオン吸着除去プラス生物ろ過ということで、私にとって多分本当に必要なのはそのイオン吸着除去っていうところだと思うので、これ3ヶ月持続って書いてあるんですけど、お姉さん2ヶ月ぐらいで変えた方がいいって言ってたような。もう一回自分の動画見直します。これ2つ入りなので、これ2つともフィルターの中に入れていきます。ではこちらが私の水槽台の下、キャビネットの下の状況です。使っているフィルターはエーハイムの2217というモデルを使用しております。で CO2 は後ろに見えます緑色のミドボンを使用しております。で直転という形でエーハイムから出てきた綺麗なお水に直接 CO2 を溶かした状態で水槽に戻すというような形をとっております。で以前の動画で初めてのフィルター掃除というのがあるんですけど、その時にいくつもの失敗をしておりました。で改めて勉強したので、今回は失敗しないようにやっていきたいと思います。まず一つ間違ってたのがですね、このダブルタップですね。せっかくダブルタップといって、ここの真ん中から簡単にこれが外せる、ホースが外せる状態になっているにもかかわらず、私はここからホースを外すという暴挙に出ましたので、今回はきちんとそこはね、間違えないようにやっていきたいと思います。で水替えの直後なので、水替え中常にフィルターは電源を落としているので、そのままの状態、今電源は入っていないです。で、あとはこれですね、水の流れを止めるコックは、4箇所あるんですけれども、これは全て閉じた状態にすでにしてあります。では外していこう。でこれ改めて思うんですけど、このダブルタップのつける場所をちょっとミスりましたね。なんかもうちょっとダブルタップがこのリリーパイプの近くとかにあったら、このリリーパイプの掃除もこのダブルタップを外せば簡単なんですね、きっとね。あとはホースに遊びがない、きっちりかっちり設計でこうセッティングをしてしまったために、あのホースをリリーパイプの掃除をするときに外すのが非常に不便。やってみて分かることはいろいろとあるので、まあ、余裕のあるときにちょっとそこら辺は新たなホースかなんかを付け直して、なんか使いやすいように改善をしたいかなとは今後ね思ってます。よし、取れた。よいしょ。でフィルターが完全に、パイプホースから外れた状態です。で、このフィルターをちょっと高い位置に、これ今椅子の上に置いてるんですけど、して今から高低差を生かしてこのフィルターの中の水を抜いていきます。でまずこっちの上の方についてる方の、あもうちょっとちっちゃないですけど、これのタップを回線して、タップバルブを開けてから下をこの上の方のホースのバルブをまず開けてから、
あ、こっちも切っちゃないですけど、こっちの下の方のバルブを開けて水を出すという、これあのちなみに全部あのわさび水草チャンネルであの勉強したそのまんまを今やってますので、あの本当にちゃんと知りたい人はそちらをご覧いただいた方がいいと思います。私の動画はあの素人のドタバタ劇をあのただ見てもらうっていうだけの動画なのでね。よし、じゃあやっていきます。まずはこいつを開ける。なんかこうわさび水草チャンネル、あわやべ、めっちゃ見てるんですけど、私が知りたいことがタイムリーに上がってくるんですけど、私の心の声を聞いてるんじゃないかと思うぐらいに、いつもなんかわそれ知りたかったんだよねみたいなのタイムリーに上がってくるんだよな。お、出てきた出てきた。水汚いな。あ、これ足りないかな、このバケツじゃ。待って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 、これ全部出しちゃっていいのかな。あ、これだ出しちゃってその後どうするんだろう。やばい、ちょっと分かんないな。お、ぴったりかも。全部出しちゃってよかったかな。なんか汚れも出たな。一応これ閉じとこうかな。はい、